京都産業大学附属中学校入試問題。2020年度算数。はい。ではね、えー、今日は京都産業大学附属中学校の2020年度 A2 入試の算数の6番の問題やっていくよ。じゃあまずね、問題読んでいくよ。ある商店で商品 A と商品 B を仕入れて売っています。商品 A は2割、商品 B は1割の利益を見込んで定価をつけています。 商品 A と B の定価に10%の消費税がつくと A は3300円 B は2420円になります。この時次の問いに答えなさい。ただし消費税は利益には含まれません。カッコの1番。商品 A の定価を求めなさい。こういった問題ね。じゃあね、大切なところを線で引っ張ると、まず商品 A は2割、商品 B は1割の利益を見込んで定価をつけていると。 そしてその低下に10%の消費税を上乗せして、A は3300円、B は2420円で売ってると。まあ、こういったことだよね。で、ちょっとね、えっ、ー、と、言葉の説明まずしていくね。では、例えば、こういうね、四角を書くんだけど、うん。とね、物を売ってる店というのは、まあ、大抵がどこかから商品を仕入れてくるんだ。 で、例えば、この資格枠が、これが仕入れた値段だとするよ。で、それをね、そのまま売っちゃうと利益がなくて、まあね、商売してる意味がないので、これに利益をつけるんだよね。で、例えば横に、もう一個資格書くね。うん。例えば、えっ、ー、と、これが、えっ、ー、と、 この値段で売ろうかなっていうね、予定の値段、これを何と言うかって言ったら、これを低下と言うんだ、ね。で、ただね、まあ低下で売れない場合があるので、まあこの問題にはないんだけど、これを値下げすることがあるんだよね。 まあ、こういう感じに。例えば、1割引きで売りました。とかね。こういう感じで値下げすることがある。まあ、これを例えば、まあ、倍価としよう。いいかな。物をまずね、仕入れてきて、それに、まあ、利益を上乗せして、低価をつけます。でただ、ちょっとね、低価では売れないなって言ったら、1割引きとか2割引きとかして、それでね、えっ、ー、と、この値段で売ろうとしますと。 で、さらにね、まあ、この問題もあるんだけど、それにま、消費税を10%足して、それで売ると。まあ、こういった流れなんだね。で、まあ、今回はちょっと倍化っていうところがね、何引きというところがないので、一旦これを消すね。いいかな。で、えっ、ー、と、これでちょっと考えてみるんだけど、まず商品 A は、仕入れた値段に2割、 プラスして、定価をつけたんだね。で、例えば、これ商品 A のこと書いていくよ。仕入れた値段を1とすれば、2割の利益を見込んだということは、定価はいくつになるかわかるかな ?2 割を足す。ということは、ここは1.2になるんだ。ここまでいいかな で、B はね、えっ、ー、と、わかると思うけど、C で1とすると、ここは1.1になるからね。で、それに10%の消費税をつけて、A は3300円、ね。B は2420円になったということね。じゃあ、まず1番だけど、定価を求めなさい。で、これはわかるかなつまり、3300円が税込み。税抜きはいくつですかいくらですかという問題ね。 じゃあ、これの式ここに書くね。3300円を1.1で割ればいいんだ。これわかるかな消費税は10%だよね。10%。10%は小数で言うと0.1。で、0.1を上乗せするってことは、さっきと同じ。ここね、低下ってなってるんだけど、ちょっと今回は消費税で考えたくえたら、まあ1、1セ10%。 0.1を上乗せすると1.1だよね。だから1.1で割れば、この1の元の値段が出るんだよね。3300円割る1.1で、計算すると3000。だから1番の答えは、定価はね3000円ということになる。では2番ね。商品 B は何円で仕入れてますかでは、まず B 出すには、 えっと、まず、低下から出そうか。低下。低下は全く同じようにして出せる。2420を1.1で割ればいいんだ。すると、えっと、2200円かな。になると。これが低下ね。 で、ただ今回の問題は仕入れていますかだから、つまり、さっきやったね、数字で言うと、ここ1だとすると、今回 B だから、ここは1.1になるってわかる ?1 割の利益だからね、1.1。だから、2200をさらに1.1で割ればいいと。これで2000円。 だから答えは2000円になる。ここまでいいかな。で、次ね、3番の問題先読むね。3番。商品 A と B が合計100個売れ、利益が36,500円でした。商品 A は何個売れましたかこういった問題ね。 で、この場合ね、今回ここね、利益がってなってるので、じゃあ A と B の利益っていく,いくらかなっていうのを先考えよう。利益ね。利益を出そうということね。じゃあ、まず A の利益。さっき戻るね。A はどこまで出したかって言ったら、ここまで。3000円。これ何かって言ったら、定価。定価まで出してるんだよね。 だからまずね、仕入れ値段を出そうか。仕入れ値段は、さっきこれね、1.2。これが A だよね。だから、3000を1.2で割ればいいんだ。ちょっと書いていくね。まず、仕入れは、3000を1.2で割ればいいと。そしたらいくらなるかって言ったら、2000、 500円かな。になるのかな。でこれが仕入れだよね。じゃあ利益は ?A の利益はいくらなるどこが利益かわかるさっきの図で言ったらまあ今回ね定価で売ってるっていうことね値引きとかはないのでどこが利益か言ったらここだね。 定価と仕入れの差。これが利益になるんだよね。だから、今回定価が3000円。で、仕入れが2500円。だから、その差は3000-2500で500円。これが A の利益になる。 じゃあね、次、一方、B の利益。もう B は仕入れまで出してるからね。B は2000円で仕入れたんだよね。で、定価は上に書いている通り2200円。だから利益は2200引く2000。で、200円だよね。ここまでいいかな。 A は1個売ると500円利益が出ます。一方 D は,は1個売ると200円利益が出ますと。で、それで100個で36,500円の利益になればいいと。で、ここからは鶴亀算をして出せるんだ。鶴亀算のやり方って覚えてるかなまあ、簡単に言えばこういうこと。全体の差を出して、 一つの差で割れると出ると。まあ、何言ってるかちょっとわからないかもしれないんだけど、ちょっと今からやっていくね。まず全体の差って何かって言ったら、まあ、100個すべてが A だとする。もしくは100個すべてが B だとする。これはどちらでもいいんだけどね。100個すべて片っぽだとまず仮定をしようということね。例えば今回100個すべて A にしようか。もし100個すべて A にすると、 利益はいくつになるか。一つ売れたら500円の利益だったよね。で、100個売れてるんだから、つまり5万円になるんだよね。でも、実際は3万6500円なんだよね。ってことは、差はって言ったら5万引く3万6500。で、1万3500円。 これが、さっき言ってた、これ、全体の差。ここまでいいかな。その次、一つの差ですね。一つの差。えー、一つ A が、A を売ったら500円。B を売ったら200円。だから、一つあたりの差は500、500く200。で、300なんだよね。で、さっきやったように、全体の差割る一つの差。 つまり 13,、13500÷300 だ。45かな。で、これが何の答えになるかって言ったら、これちょっと覚えておいてね。はじめに、すべて A にしたよね。すべて A にしたよね。で、その時出る、これは反対側が先出るんだ。つまり B ね。だから、これは B の個数。 で、一方、A はって言ったら、全部で100個あったんだから100、100引く45。で、55だよね。これが、A ね。で、問題何聞いてるかって言ったら、商品 A は何個売れましたかという問題だから、答えは55個になる。こういうふうに解いていくことができる。いいかな。 ではね、えっ、ー、と、今回はね、えー、2020年度、えー、算数の6番の問題解いたけど、またね、他の問題も動画どんどん作っていくから、えー、チャンネル登録をしてくれると嬉しいです。はい。では、今日の授業はこれで終わります。